아이고! 아이고! です。いや、久々に鶴橋来ましたけどね、今日は鶴橋のあのお店、なかなか取材できないあのお店に来たと思います。いやもうね、緊張しますよね。キム・アンナさん、おー、テレビの取材何があっても絶対に落ちませんって。これやばいですね。うわー、キンパだ。おでんです。あ、ケージャン、うん、めっちゃ大きい。トマトのキムチもなかなか珍しいですよね。1個400円。ラッキョウのキムチもある。なかなかないですよ。予約がすごいありがたいですね。このケイジャンと、あとはこのトマトキムチ、これ絶対でしょ。マックいただきましょうかね。これキムチなんですよね、全部ね。ランキングワンキムチ来ましたね。おお、いいですね。いやこれいや、ちょっと、はい、乾杯、いただきます。うん、懐かしい、久しぶりに飲みましたね。いやいいかわいい、これやばいっすね。おー、来ましたね。ケイジャン、ケイジャン。おー、やばって、はい、気持ち悪い。気持ち悪い。あ、これの食べ方、ね、はい、もうあの思い切りもこれを持ってもうしゃぶればいいです。本当にこのまま、赤みがあっても全然そんなあの辛くないんで、はい、うん、ここを食べる感じなんですね。そうそう、あー、なるほどね。わ、いただきましょうかね。いただきます。いや、初めて食べますね。うん、うまいっすね。あ、これ生ですよね。生、生。あ、これやばい。これあの甲羅も結構柔らかくて簡単に剥ける。うん、このね、コチュジャンですかね。コチュジャンがすごく美味しい。あの辛さはそんなにもないっていうか、あの旨味成分のがかなり強いですよね。これはでも今度母ちゃん連れてこい。料亭やったらね、なんかあのこれ飲むときになかなか飲めないっていうのがありますね。うわー、ちょっと、うん、やばいっすよ、この身が。あ、これは進みますね。身がね、皆さんはね、私がうちの店、これ激辛やで、はい、あ、激辛、激辛、はい、これチャンジャ、これスルメの激辛。お兄さんいけそうな感じやけれど、あ、意外と弱い。おお、味噌。うまいですね。あー、いいですね。女性のお客さん多いですね。あ、ありがとうございます。はい。はい、うわ、キンキンに冷えやがったグラスに、キンキンに冷えたアサヒスーパードライ、やばいっすよこれ。いいですね。キュウリもね、この間にキムチをいっぱい挟んでる。いや、これあの松明みたいですよね。そうですよね。ね、
まいですね。ごま油最高。うん。トマトをキムチにするって思いつかないですよね。そこいいですか。はい、ありがとうございます。